会を始める前にお願いがございます。携帯電話、スマートフォンをお持ちの方は電源をお切りになられるか、マナーモードの方の設定をしていただき、アラーム音、シャッター音など音が鳴らない設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また貴重品は各自自己管理の上よろしくお願いいたします。それでは2018年9月23日主の十字架クリスチャンセンター東京アントケ教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美を持って主を褒めたたえてまいりましょう。それでは、お立ちになる方は共に立ち上がって、新曲なので歌っていただきたい、いきたいというふうに思います。
あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすからですと主は仰せられます。あなた方は神の言葉に固く立ち続け、信仰の対応を成し続けていきなさい。主はあなた方と共におられ、大いなる栄光と圧倒的な勝利をお一人お一人の人生に豊かに表していくと主は仰せられます。目の前に許される問題、また目の前に起こってくる状況を恐れてはならないと主はされます。私の言葉にこの固く立ち、恐れることなくこの私の言葉に信頼していきなさいと主はされます。その言葉の実を主の言葉に立つことを通してこの豊かに見ていくことになると主はされます。信仰の戦いをあなた方は恐れてはならないと主はされます。なぜなら私が共に、またこの私の言葉をあなた方に与えていると主はされます。その言葉が勝利であり、その言葉の通りになるとおっしゃされます。それゆえさらに私の恵みの力によって、あなた方は信仰の歩みを全うしていくようにとおっしゃされます。それでは再び私の方と立ち上がって、主を褒めたたえていきたいと思います。賛美を導き、余計な言葉を与えてくださりありがとうございます。さらに続きます。礼拝を豊かに祝福していってください。イエス様の名前によっていたします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時を持って参りたいと思います。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持って参りましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。主よ、私は今日もあなたのことを思いながら、私の目を私の心を天に向けて祈る。
おります。天の窓を開いて、すべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせすたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を救い主と信じ洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの式に加えることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人人に恩歌と恩知の恵みを表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。ご覧の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエスはパンを取り、祝福書の力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきそれではお願いします。天の様、この聖餐の御宮ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持って参りたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持って参りましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆は歌えられる。ハレル、ハレルヤ。四季は朝は金玉が。And he is like us now.Shall we adhere to you? Hallelujah, Hallelujah. それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと
思います。本日のメッセージ箇所はペトロの手紙第1、5章8から9節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は458ページになります。それではお読みいたします。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。本日はこの箇所を通して特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。ギスです。スマイルを賛美させていただきます。あなたの笑顔は輝いてる。喜びがいつも溢れている。主はすべてのことを生きに変えて、どんなことも最善表される。つまい悲しい時、辛い時にもいつも笑顔、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。あなたの笑顔は輝いてる。喜びがいつも溢れている。主はすべてのことを敵に変えて、どんなことも最善表される。つまい悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、つまいどんな時もただ信じて、いつも笑顔で。つまい悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、つまいどんな時もただ信じて、いつも笑顔で。ただ信じて、いつも笑顔で。
神様は私を愛し命を与え救い与えた。神様は私を愛し罪をあがらい許し与えた。私の成した一つ一つのことを思い起こしていきなさい。私はさらに大きなことを成していこう。それへあなた方は期待し、また私に希望と祝福を求めていきなさい。この教会を土台としたこの神の計画というのは、さらに神の言葉の土台のもとに大きく進展し発展していくとしゃべれます。私の言葉に従い、信じ、
全うしていきなさい。忍耐はいりますが、しかしその中であなた方は助けを見、勝利を見よう。このしかしながら、この今一度この祈りの土台というのをこの見直すこの時期が新年度を迎える前に来ていると主が言われます。さらにこの祈りを整え、祈りを土台として必要な対応を出していきなさい。特にこの教会開拓当初における何も実際的な今のように働きがない時代のように、この祈りを持って主の言葉に立ち、この神の希望に立つというこの基本に戻っていく必要があると主が言います。God's working for my good. God's working for my good, for my good, for my good. God's working for my good. Yes, it is. God's working for my good, for my good.God's working for my good. Yes, it is. 天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。いいのかな。